室町って綺麗な女の人がいっぱいいるんだね。まあな。なんだありゃ。え、テレビの撮影か何か。おい、飛び降り自殺する気じゃないか。おい、秋元、バカな真似するんじゃねえぞ。今、警察呼んだからそこを動くな。水木ちゃん、ごめんね。おい、バカなことするんじゃねえ。誰だよ、お前ら。そんなことしても誰も喜ばないよ。邪魔しないでくれ。そこから近づくと飛び降りてやるからな。何があったか話してみろ。何があったか言ってごらん。悩みってのは一人で抱えるよりも誰かに話した方がいい場合もあるんだぜ。水木ちゃんに貢いでたら借金がとんでもない額になったんだ。だから生命保険で返済するしかないんだよ。水木って誰だ。マックスボンバーって店のナンバーワンキャバ嬢、水木ちゃんだ。マックスボンバー、遥か知ってるか。聞いたことない。スタイルは抜群で性格のいい、それでいて親思いの心優しい子なんだ。あの子のためだったら俺は何だってできる。そいつには連絡したのか。水木ちゃん、今親父が心臓病で入院してるんだ。仕事が終わると病院に直行して毎日看病してる。だからお店以外では連絡しないって約束なんだ。どれだけ貢いだんだ。カバンや洋服、宝石、あの子が欲しいと思ったものは全てだ。プレゼントしたのは全部大切に家に飾るって。分かっただろう、水木ちゃんの素晴らしさを。もうこれ以上は時間の無駄だ。飛び降りるぞ。おい、ちょっと待て。秋元くん。水木ちゃん、来てくれたんだ。ごめんね、水木ちゃん、借金返せなくなってさ。水木ちゃんに迷惑かけたくないと思って。私を置いて死んじゃうの。秋元くんは私にとって命よりも大切な人なのよ。忘れたの。水木ちゃん、だから死ぬなんて言わないで。そんなクリスマス迎えたくないよ。水木ちゃん、俺間違ってたよ。秋元くん、分かってくれてありがとう。水木ちゃん、素敵だよ。私、プレゼントは限定のダイヤモンドリングが欲しいな。わかった、今から買いに行こう。じゃあ、
ント買った後同伴してくれる？うん、もちろんだよ。どうやら人違いだったようだな。アルカ、行くぞ。うん。